医療島での火炎放射戦車火炎放射戦車は、砲塔や車体前面などに設置された噴射口から、加圧した油を噴射し着火することによって、火炎を放射する戦車。火炎放射器を渋そうとした、戦闘車両である。主に、陣地攻撃、森や、建物、残壕に潜む敵兵の炙り出しなどに使用された。最初に、火炎放射戦車を使用したのは、 1936年のエチオピアにおけるイタリア軍と言われる L3 系戦車にトレーラー式の輸送を装備したものであった。組織的に火炎放射戦車を運用し始めたのは第二次世界大戦中のドイツ国防軍、ソ連赤軍である。携帯式の火炎放射機と比較し燃料搭載量が多いことが利点となっている。 油輸送専用のトレーラーを牽引させる方式と、戦車内に輸送を持たせる方式に2分できる。第二次大戦以降は、不評の対戦車兵器が急速に進歩して、もともと射程が短かった、カエ放射器を射程面で凌駕し、カエ放射戦車の方が射程外から反撃されるようになったため、ほとんど開発、使用されていない。その他にも、装甲兵員輸送車にも、 火炎放射器を搭載したなどがある。従来の火炎放射戦車は、元が、軽戦車だったため、撃たれ弱かった反省から、中戦車 T-34、中戦車キロボルト系の火炎放射化が決定された。遅まきながら、イギリスも火炎放射戦車を運用し始めた。このほかユニバーサルキャリアにも、火炎放射器装備型、ワスプが存在した。海兵隊が、 太平洋戦線で使用するために M3 や M5 といった軽戦車、M4 中戦車を改造して火炎放射器を搭載した。硫黄島の戦いや沖縄戦などで日本軍の地下号に対して不評が携帯する火炎放射器と合わせ使用されている。第二次世界大戦後の朝鮮戦争でも使用され、第一次インドシナ戦争やインドネシア独立。 戦争でも、アメリカから供給された車両が使用された。ベトナム戦争でも、M113 装甲兵員輸送車を元にした M132 自走火炎放射器と共に、M48 パットンを元にした M67、ジッポ火炎放射戦車を使用した。ありがとうございます。